最初は靴、お部屋で歩けたからといってすぐ靴履いても歩けませんから、すぐに靴じゃなくて、まあ、園だとまず靴下で歩いてる時期がありますね。で靴下で歩いて割と上手に歩けて足もちゃんと上げられるようになったら靴に行こうかっていう形で、で看護師さんに聞くと、この足の指がキュンってなってる時期はまだ靴は履けないよって、でこういうな、こうなってるのに上から踏まれたりとかなんかした時に骨折をするっていうことで、ちゃんと指が伸びた、足の指が伸びた時が靴を履く時だよねっていうのは伺ってるので、その辺も気をつけていって、まあまだ指がキュンってなってる時は靴下で外出ても、まあもちろん出るところをねちゃんと気をつけないと、下に何か落ちてるようなところでは怪我しますから、赤ちゃんと外に出るときはやっぱちょっと下はね、地面もきれいかどうかっていうのは見てあげないといけないと思いますけどね、まあ、こういう園保育園みたいなところは子どもの施設ですから、そういうのはきちんと整ってるのでどこに出ても大丈夫なんですけど、お家の近所だとやっぱりガラスが落ちてたりとか凸凹もひどかったりとかっていうのもあるでしょうから、やっぱり靴下は直接すぐ肌にね近いですしね、やっぱり歩けるところはまあ大丈夫なとこまで連れて行って下ろしてあげるとかっていうふうに工夫は必要だと思いますけど、悩まないでしょうね、可愛いの買ってきちゃうからね、それで子供が歩いていて歩きにくいっていう感じで、それでお母さんこれあれだからこういうのがいいんだよって言って買ってもらうので、まあうちの園では買う時期になったらもうこういうのがいいですよっていうことをお知らせしたので、まだ買う前にねお知らせしたんですけど、でも大体お母さんちょっと歩けるようになったら可愛い、見た目が可愛いのを選ぶんですよね、どうしてもね。でも歩きやすい靴と歩きにくい靴っていうのはあるので、やっぱり歩き始めは歩くことがやっとなのでね、うん、やっぱり靴は歩きやすいのを選んであげる方がよりちゃんとした歩き方がマスターできますからね。初めて履く靴は赤ちゃんの足にぴったりこうフィットするのがいいですよね。でここのところがこう足首にきちんとこう収まるというか、隙間が開かないでピシッと押さえられる靴がいいですね。で、まあ、そこもある程度の硬さがあるっていうのも必要だし、あまりこれが厚くて重いのもダメですね。で、歩き始めはやっぱり多少軽い方が、あまり重いと足運びがうまくいかないですね。で、歩き始めてすぐ靴は履けません。最初は靴下だけで歩きで、靴を履けるようになるのは指先がまだこう丸くなるような形になったら、ここで丸くなってますから、何かの時に押されたらもう骨折になっちゃったりしますから、ちゃんと指が伸びてるってことも必要ですね。そういう風になってから靴を履かないと、すぐ脱げるような靴ですよね。で、重すぎたり